こんにちは。アマゾイスサポーター、堀秀夫です。今日は、インベントリーパフォーマンス。この数字ですね。1000が一番良くて0が悪いっていうのと、あとこのね、ここ2.0なんですけど、真ん中が。2.0を目指しましょうというのと、ちょっとね、ストランドインベントリーはこれ0と、ね。それぞれ、どんな役割になっているか。そして、この数値が良くなると、カートが取りやすくなるということを説明します。まあ、開始4ヶ月でね、売上6,300ドルに、まあもう3,000ドル超えた後は、あれよあれよと売上増えてるんですけど、まあ、この会員さんね、このインベントリーパフォーマンスを送ってくださいまして、まずこのインベントリーパフォーマンスインデックスは720。このグリーンのハイだったら問題ないですけど、720いいですね。で、それから、セルフスルー、これが2.0。これ、赤い方に行っちゃうと、過剰在庫、売れないものをね、たくさん入れてる、あるいはね、売れる量より過大に入れてるという方になります。で、この黄色の方はね、過小在庫、ね、売れてるものの在庫を切らしたりしてるということで、これ2.0が一番望ましい。で、この下のね、ストランデッドインベントリーは、送ったけどね、売り出してない、何らかの原因で売り出してないインベントリがあると。対応してないとこれが悪くなります。で、これ理想的な数字なんですけど、まあ、だからこそね、順調に売り上げ伸びてるんだなという感じです。どんな商品を選んだか、それとライバルが、ね、どうか、その同じカテゴリーの何個売ってるか、まあ、それらの数字はね、まあ、正直コントロールしにくいです。相手がいることなんで。ただこのインベントリーパフォーマンスに関してはね、自分の方で在庫を調整すればこれ数値よくできます。そしてまたね、おそらく半年1年前にこのインベントリーパフォーマンスを重視するようなね、カート取得のアルゴリズムに変わってますんで、まず一番やりやすいカート取得対策はこのインベントリーパフォーマンスを良くすることなんでね、この数値見てね、なんか理想的な数値とちょっと違いますという場合はね、ご相談ください。昨日、今日、ね、そして21日まで、オーストラリアアマゾン、プライムでやってますけど、これもやっぱりね、この数値が良くて、カートが取りやすいという会員さんのは売り上げ伸びやすいと。ね、売り上げ伸びる会員さんは3倍以上になりますけど、まあ、カート取得の弱い会員さんね、あんま変わんないということもありますんでね、まあ、今回、順調であればそのままキープ。で、今回ね、いまいちパッとしなかったと、ね、いまいち売り上げ伸びなかったという会員さんは、年末にかけてこの数値を良くして、相手よりもね、ライバルよりもいい価格で、高くてもカート取れる状態にして、売り上げを伸ばしましょう。ご報告、ご質問お待ちしてます。アマゾイスサポーター、堀秀夫でした。